さんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今日は天気が良くて本当に良かったと思います。福島原発事故から、もうすぐ6年、今日はその6年ということの集会、これだけたくさんの人々が、参加、してくださっていることに、本当に、心強く感じます。6年前の3月11日、私は、ちょうど昼間ですね、いわき市に親友がいまして、彼女と、ちょうど電話をしてたんですね。そうすると、電話の向こうからガタ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 と食器棚が、揺れる音がしたわけです。で、その数秒後にこっちも、揺れ始めて、私は東京の、端の方なんで割と揺れが少ない方ではあったんですけども、揺れ始めてですね、それで彼女が電話で、あ、ちょっとみそちゃんちょっと切るねって言って、食器棚を押さえに行くと、まあ、そこから、まあ、大地震が起こった、テレビをつけたりネットでニュースを探したりしながら、3日4日は仮眠を取りながら、原発がどうなってるかなど、いろんな情報を、集めるのに大変だったということを私は、この頃になると、思い出します。しかしやはり世間ではですね、この原発事故、そして直接的被害に遭われた皆さん、未だに避難されている大変な目に一番合っている皆さんのことがやはり風化しているということは私は否めないというふうに感じております。で、まあ、そんな中でやはり以前に比べれば規模はちっちゃくなったとはいえ、それはどの団体でもそうです。やはりこういった集会を開催するというのは大変に私は意義深いことであると考えています。2012年には官邸前が多くの人たちでバンと渦巻いてですね、そして全国の、脱原発運動のうなりで、当時の、政権を犯して、2030年代原発ゼロというところまで行ったわけですけども、その後安倍政権に代わって、そして2014年、エネルギー基本計画、これを改悪して原発を重要なベース労働電源にするということ、これをもってですね、再稼働ラッシュがまた始まって、日本は原発回帰に戻っている。まだまだ事故の原因も究明できていない、そして事故の収束もできていない、被害者、直接的被害者の方たちの保障もできていない中で、原発を再稼働させ原発回帰に復帰するこの安倍政権、この6年目にこんな事態になっていることが本当に私は悔しくて、そして世界に向けて大変恥ずかしいと思っております。一番悔しいのは先ほど登壇された、そういった皆さんであると思いますけれども、私たちも本当に当事者ではない、しかしやはり当事者なんですね。日本中の人々みんな当事者です。このままでは本当に日本は核の、処分地になる可能性さえ私このままいけばあると思っています。この6年も経った今またこんな話をしないといけないのはなぜか、これはもう明らかに安倍政権のせいとして、もう本当にこれはもう皆さん、もう本当に何としてでも安倍政権を倒して、そして原発を止める、これをもう2017年度何とか前進させていきたい、そう思いませんか皆さん。安倍政権も本当にいろんな問題を起こしますので、なかなか運動も原発前のように原発にだけにこう人が集まるということもできない状態になって、まあ、ますます本当に苦しい、本当にしんどいなって思っている方たくさんいると思いますけども、でもやはり脱原発に関してはもう世論の7割以上は原発はいらない、これはもう確定してるわけですね。もう土台はできてるわけですよ。それに逆らっているのは安倍政権です。今のスキャンダル出てますね、学園問題、もうこれでもうどん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 野党の皆さんには国会に追及してですね、なんとかここで安倍政権のダンと1個はしごを外してやりたいと、もうそのように思いますけど、いかがでしょうか。もうこんな悔しい気持ちでこの6年目の3.11を迎えるのは本当に不本意なんですけども、まあ、そんなことを言っていても仕方がありませんので、これまでのように、皆さんとね力を合わせて、私たちも頑張っていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
そして最後にですね、金曜鑑定前講義も、まだまだやっております。本当に今冬でちょっと人数減ってますけども、どちらかというと高齢 の常連 の皆さんがね、本当に支えて、カンパも前よりは減ってるんですけども、この人数でこれだけかと、千円札しか入ってないわけですよ。いや本当にね、皆さんが支えてくれようとしてるっていう気持ちがひしひしと感じる、やはりまだこの講義は維持しないといけないってもう本当に思いますので、皆さんもうちょっと暖かくなったらでよろしいので、これだけの人数の方がまた来ていただけると、また活気がつくかなと思います。それから先ほどもご紹介あったと思いますけども、3月11日土曜日に、5時から国会前と、官邸前で、私たちの、大集会を、やりますので、こちらでもぜひご参加いただきたいと思います。それでは皆さん負けないで頑張りましょう。ありがとうございました。富山さん、伊沢さん、ありがとうございました。全体の拍手へお送りいたします。